時刻は9時40分になりました。アニポップは杉田裕でございます。アニスポップ浅野まさみでございます。はい、まあ先週から、ね、テーマ曲変わりまして、はい、まあ、全然慣れてないんですけど。そうだね、なんかさ、テーマソングが流れてる前で喋るのがすごい喋りづらい、ね、そうですね半分耳聞いちゃうからね。そうだよね、まあ我々がなんていうの喋りづらいってことは聞いてる人も聞きづらいってことだよ ね。まあでもこれ慣れですから、はい、ね、そのうち多分慣れます。そうなんです、はいはいはい、諦めてくださいあのさ、うん、先週はさ時間が全然なくてさ感想メッセージとか読めなかったじゃん、はい、新曲に対して、はいはいはい、でも今週もあまり時間がないんですよ。そう、今週もあの、はい、なんでしょうね、テーマ変わった瞬間に。本当だね、曲の話全然できない。まあまあ、 そのうちまたたっぷり時間の時が通ってきますから、まあそうだね、うん、その時にまた話させていただこうかなと思います。はい、じゃあもう多少声のメニュー紹介ですね。はい、ですね今夜はですねゲストに宮野守君が登場です。はいはい、あ、そう、ごめんなさい、はい、宮野くんといえば俺だった宮野くんといえば7月13日に僕が読みます、テレビアニメ歌のプリンス様マジラブ 1000% の主題歌オルフェをリリースしますが、今夜はですねそれにちなんでこんなテーマでメッセージを募集です。アニスパミュージカル歌のキング様何今のこういうのだよこういうのだよ、何今のは私たちが聞きたいよ。こういうのっていうのがちょっとよく分からないですけどあれそっち側に立つのだけじゃんこの企画は一緒に乗り切ろうよだからこれ今あれでしょ、ミュージカルっぽく歌っていただいたでしょ。そうだよ、アニスパミュージカル歌のキング様を歌のキング様っておっしゃいましたが音符が2つしかない上にまのみがまのみがサンダーがうるさいよ、もうミュージカルなんか全然わかんないんだ。あー言っちゃった不勉強なんです。今後ミュージカル案件を呼びづらくなるようなそのコメントなんかあるかもしんないぞお前、何が来るかはい、今夜はですねリスナーの皆さんからこれは歌にしてもいいんじゃないかなと思えるようなですね、身の回りで起きた劇的な出来事を募集します。それを、僕らがですね若干歌いながら、もうここが意味が分かんない何若干歌いながらおい7年も経って今さら作家書いてきたことにさ猜疑心いっぱいなのやめろよ。だって時々こういうさ訳の分からないことやりだした。あのねもうなんていうの、まあ、7年やってきて悪いけども、はい、ここ最近ちょっとなんか気持ちはずれるいきましょうか、はい、メールはすべて小文字でアニスパアットマーク JOQR.net ANISPA アットマーク JOQR.net ファックス番号は東京0354031151です。はい、メッセージを紹介した人には、はい、アニスパ名言翻訳ステッカーをプレゼントします。ただねこの企画説明したらね宮野くんはノリノリなの面白そうだねそうだからね大丈夫そしてですね今日から、我々お二人がですねパーソナリティを務める新コーナージャスラック音楽著作権コーナーもスタートします。こちらもお楽しみですということでこの後11時まで生放送でお届け A&G スーパーリディションアニスパークへも最後までよろしく。聞いてもらっている曲はアンジェラさんで早急です、はい、1秒でアンジェラさんになるなんかね本日ですね東京世田谷区民会館にて早急のファブナーヘブン&アース大ヒット感謝祭早急作戦が開催されておりました。ファブナーの人気すごい、ハバナーねえ、ハバナさんおごれよバカ野郎、ツイッターでいつもありがとうございます長らくお会いしてないのかな。ファブナーでも何でもいろいろ出してるね、歌やったりとかね、ね、やったりとかね、すごいですね。はい、さてメールが来てますね、埼玉県のラジオネームポンチョさん、お杉さん、浅野さん、パップ新テーマ曲いいです、ご機嫌ソング、ちゃんと聞いてないだろ個人的にはマハラジャよりも好きです。あら、テーマ曲を変えたってことはまだまだアニスパ続くと見ていいんですね。あ、そうだ、まだ、まあ、まだまだっていうのがどれぐらいなのか皆さんの想像と合致するかどうか知りませんけども、そうですね、そうですね、うん、まあまだまだ安心はできないですけれども、そうですね、でもまあすごくいきなりやめ終わっちゃったりってことはない感じ、よっぽどはない限りね、そうだね事務所とかからクレームが来ない限りは、そうそうそう、だから基本的にはまあそうですね、波数が立たなければ大丈夫みたいな、はい、あとね、そうそう、エンディングテーマも、はい、なんか特にね、エンディングテーマに対する感想メールがいつも来なかったらしいんですけども、まあ、来てはないんですよ、私たち一方的に話しますけどもお前らそういうところがまだ載ってないあのね、実はね、エンディングテーマ皆さんね、先週聞いてもらって気づいたかわかんないんですけど、はい、私たちがね、パーカッションをやってる、そうなんですよ、ですよね、ちょっとだけ言ったかな、うん、まずアニスパスタッフ全員で指パッチンをしたりとか、指パッチンをしてる、はい、またこれがね、うまいやつと下手なやつが分かれること分かる
全員でやったけど結局何にもならへんやついっぱいおったしな。そうだね、音が全然出ない人とかね、私ですよ私ね、そうなんです、あの何の戦力にもならないのが私でございます。何なのあれ、指が超湿ってるか乾いてるかどっちかだと思うんだけど、何なの。でも分かんないけど、でもあの今はなるのよまあ若干なっておりますね、はい、いやこれをでもさ、あのエンディングテーマが流れてる間ずっとやったんですけど、はい、もう何のか、すごいなるの私、何それ何どうしちゃった、何なってるよ、湿気てんのお前蓋開けたままずっと置いとったとにかく、はい、そしてみんなで指パッチンをしたりとか、うん、あとね、あの楽器を鳴らしたんですけど、はい、トキちゃん何ですか。僕はギロ、キッ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 、そう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 、はい、私鈴でやる、鈴をやってますね。ソウさん、ソウさんがタンバリン、このねリズム感のない人間になんでタンバリンを持たせたんだ。そうなんです、もっとどうでもいいやつ持たせた。お母さんの中にリズム感を置いてもらってきちゃったこのソウさんがタンバリンをやっております。ちなみにですね、坂本くんもタンバリン、そう、あのサッカー馬はタンバリン、そうですそうです、はい、そうですね、うん、あとね、ちゃんこちゃんがねウッドブロック、そうカッカッコカッカッコ、そうそうそう、カッコンカンコンじゃない、はい、うん、でね、あとね、大野くんがシェイカー、はい、うん、シャカ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 ってやつですね。でも、はい、デブンはね、トライアングル、トライアングル、はい、そういうことをやりまして、それをうまいこと曲の中に、うん、あの入ってるので、そう、あ、まあ、どこに入ってるかっていうのはこう何回か聞いたらね、そう、でもね、あの全員がね、うん、基本的にアニスパのスタッフってなんていうの、全員が音楽に関しては割とダメっ子ちゃんたちが集まってるので、うん、そうだね、確かにそうだね、一人ずつ集まってその楽器の録音をするんですけれども、できるだけ簡単な楽器をやりたいやりたいって争奪戦なんですよウッドブロックなんか無理ですよ無理ですよみたいなそうなんです、だからね、全員がね楽器に対して消極的なのになぜかやることになった、そう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 面白かったんですよ、俺鈴無理ですよ、鈴無理だったら何にもできねえよ本当何したらいいんだよっていう状況でしたね。まあまあ聞いていただければ、そうですね、サニーレインのどこかに、うん、あのそれぞれの楽器が入ってるので、ぜひぜひ、はいはい、あのみんながねあんまり乗り気じゃない中、はいはいはい、やったことが入ってます。でも言いますかね、大野くんファンとか言うかもしれないですね、大野くんの鳴らしたそのシェイカーがぜひ聞きたいみたいな人がいらっしゃるかもしれない、ね、冗談みたいな言い方ですけどねなんちゃったらいい感じでしたけどね、はい、この後10時台は宮野真守さんが登場でございますよ、お楽しみに。あれないっつのね文化放送 A&G スーパーレーションアニスパ脇崎武史です、深田真澄です。知らねえ CM がかかったのかと思いましたもん、ね、本当だよ。さてメールが来てますよ、はい、青森県のですねラジオネームカリフラサワブロッコさんからいただきました。ブロッコちゃん、新テーマ曲オープニングエンディングとも揺るがない安定感素晴らしいです、ありがとうございます、ありがとうございます。いずれ CD 化して発売する際は、はい、カップリングに今までのジングル集があると嬉しいです。嬉しいもんなんだね、ね、またトークパートがあるならどこかにロケに行きたいですか、たまにはどうでもいかがでしょう、うん、ということなんですけ ど、ね、うん、はい、そうトークパートさ、前回マハラジャになりたいを出した時は、うん、リスナーさんからマハラジャ募集って言って、そうですそうです、やりました。で金持ちの家の子にさ、うん、突撃インタビューじゃないけど、ね、行ってね、おばあ様とかにさ、おやつとか出してもらったりしたんですよね、ニューヨークしてみたりとかね、元気してるかなマハラジャ君、膝の上に座ったりね、いろいろしておりましたよね、性的ないたずらを加えたりねしたんですけども、そうです、襖の向こうでおばあちゃんいるんですよどう私の体っつってね元気かなマハラジャ君 ね、 なんですけど今回さ、はい、トークパート入れるとしたらさ、タケちゃんどんなことしたい、何やりたいかな、アニスパってほらこんなことでもないとさ、もうずっとこのさ狭苦しいスタジオの中でさ、みちみち喋ってるだけじゃない、そうなんです、基本的にもスタジオの中にいるかもう尾行バンビぐらいしかないわけじゃないですか、そうだよねロケ行きたいよ、ロケ行きましょうよ、ロケ行きましょうよ、せっかくですから ねまた、はい、どっか行きましょうよ、ロケっつったらなんだろうね、ハワイ、ハワイ、何それ、何それ、一昔前のテレビマンみたいな発想音でだよ、音でハワイ、そう、もう現場のやっぱりハワイのロコモコじゃないとあの音出ない何あの音ってやだ、高価さんが小豆をザザーってやるみたいなことで済まされるよ、やだよ絶対安く仕上げられちゃう、浅野さんは、私なんだ
だろう、ロケ。本当はさ、マハラジャをね、追求したいんだけど、もうダメだよね。そうだね。もうダメ。もうダメだよ。そう。違う業になってんじゃねえかよ。でもさ、ミスター DJ っていうタイトルだから、うんうん、DJ 突撃インタビューする？いろんな。DJ に何の興味もない。山田久志さんとかのとこ行って、どうですか、ラジオってみたいなこと言う？ものすごい真面目なね、感じになりますけど、もう、でも、うん、なんだろうね、ロケっつったらね。ね、なんでしょうね。うん、でもせっかくですから、その、2年3年に1回ぐらいしかこんなことできないわけじゃないですか。なんか寂しい話になりますけど、アニスパこういうね、お祭り事をやろうと思ったら、うん、こういうリリース時ぐらいしかないので、そこら辺は皆さんね、あの、ね、スタッフも多分、うん、ある程度楽しみなんじゃないのかなと思ってるわけですよ。スタッフが。あれ見て、目も見ないよ。あのスタッフたちが。そうか、通常営業以外はもうめんどくさくて仕方ないわけですよ。すいません、なんかね。前回のさ、マハラジャの時はみんな行ったんだっけ？マハラジャって、いや、みんなで行きました。あいつは行ってないけど。デブドンはその時まだね、そういなかったんだ、ね。そう、まだ、はい、まだいなかったんで。ホノクいた？うん。あ、いない。ホノクもいない。あ、そっか。じゃあ、所詮無関係なんだ。そう。あっちだ。そうか、そうなんだね。完全分業が成り立っていたんだね、もうね。ああ、そうか、そうか。ごめんごめん、変な話言って。ごめんね、それ興味ないよね。仕事続けて続けて。どうぞどうぞ。まあまあ、どんなことやるか分からへんけども、はい、な、できたらいいなですね、外関係も。まあ、何をやるか分からへんけれども。うん、なんか楽しいやつを入れてですね、はい、お皿にして。はい、曲だけじゃなくて、まあ、お皿にするときは何かやりたいなと思っております。はい、さあ、この後のアニスパ企画地ですが、ゲストに宮野守さんが登場でございます。リスナーからこんなテーマでメッセージを募集中。アニスパミュージカル、歌のキング様。同じやった。同じやった。だからミュージカルの引き出しはねえんだっつーの、声優だっつーの。同じでも、歌っただけ勇気だよ。そうだね。これ、そうだね、いきなり今日文化放送に今日ミュージカルやりますってさ、そんな話あるの？ねえねえ。そうだよね。前にないんだよ。そうだよね。練馬大根ブラザーズだって随分前から台本をいただいてて、歌を歌うって決めてたと思うもん、あれ。森久保さんとかも。今夜はですね、リスナーの身の回りで起こった歌にできるぐらい、劇的な出来事を募集しております。それを我々が若干歌いながら紹介していきます。はい、歌の歌詞が届いておりますけど、何通か。はい、違います。違います。普通のメールを送ってくれればいいんです。エピソードです。お願いしますよ。そうなんです。はい。ということで、メールはすべて小文字で、anispa@joqr.net、うん、anispa@joqr.net、ファックス番号は、東京 03-5403-1151 です、うん。メッセージを紹介した人には、アニスパ名言翻訳ステッカーをプレゼントします。さて、ここで、A&G からですね、この7月から始まった超 A&G プラス新番組のお知らせでございます。はい、まずですね、毎週水曜日25時5分からはですね、北村恵里さんと伊勢マリアさんがパーソナリティを務める DMM 提供のデジタルマジカルマネージメントがスタートでございます。この番組では番組を擬人化した北村さんデザインの二次元アイドルを育成し、プロデュースさんのマネージメントをしていきます。さらにこのアイドルの成長には。だってじゃあ、派手な景色。だってわかんねえんだもん。わかんねえんだもんよ。さらにこのアイドルの成長にはですね、リスナーの皆さんの参加が直接反映されるマジカロイドシステムを採用。派手なおけせっつうの。頭の上の。みんなでプロデューサーのマネージメントする二次元アイドルとは一体どんな女の子なのか、次回放送から多くの謎が明らかに、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。はい、続いて毎週土曜20時30分からは、小野大輔、近藤孝之の夢冒険ドラゴン&タイガー。こちらはですね、小野大輔さんと近藤孝之さんの2人が自分たちの夢を叶えるために奮闘努力していく様子をお届けする30分のドキュメントバラエティ番組となっております。さらに明日7月10日日曜日24時30分からは、なすなかりえの生着替え。こちらは声優歌手としても活躍中の山口理恵さんと、松竹芸能期待の若手コンビ、なすなかにしがお届けする30分の動画付きラジオ番組で、番組タイトルのごとく、生着替えがあるかどうかは、ぜひ番組を聞いてその目で確かめてくださいと。さて、最後にですね、文化放送インターネットラジオ BBQ の他で現在好評配信中のラジオ.i、第47代目のパーソナリティを務める日高里奈さん、
の新番組ですね。ラジオドットアイ日高里奈のやればできる子なんです。日高さんはですね、7月からスタートのアニメ、ローキューブに、カシアイリ役としても出演する注目の現役女子高生声優です。ぜひ応援してください。結構、マジでね。現役。できる子らしいですよ。おぉ。全く他局の、全く玉組の、全く他の作家から聞いた話ですけども。ね、できる子ですよ。できる子なんですって。あ、ラジオが上手ってこと？そう、ラジオすごいって言ってましたよ。期待でございます。ぜひ皆さんね、こちらの番組はですね、現在第1回を、公用配信中でですね、毎週火曜日更新予定でございます。以上、A&G からのお知らせでした。浅野さん、お菓子余ってるよ。あ、そう。人は変わる。A&G スーパーレディオショー、アニスタ。続いては、僕ら二人がパーソナリティを務める新コーナー。ジャスラック音楽著作権講座。ジャスラック日本音楽著作権協会がお送りします。はい、皆さんいいですか、席についてください。はい、今日からですね、全4回にわたってお届けすることになった、ジャスラック音楽著作権講座の時間。先生、噛んでます。大事なところ噛んでます。大事なところは噛んでねえよ。ジャスラックさんたちが聞いてます。お届けすることになったを噛んだぐらいいいじゃねえかよ。ジャスラック音楽著作権講座、噛んでないでしょ。柄が悪い。 BGM に合わせてください。私、どっからどう見ても講師でございます。鷲崎先生です。私立ち位置はどこからどう見ても生徒でございます。浅野真澄です。はい、まあ浅野くんもね、生徒ありながら作詞活動もしてるし、まあ先生も一応曲を作ったりしてますから、音楽著作権、これ興味あるでしょ。ないと思う。距離感、距離感、距離感。先生と先生と生徒って言うた。大好物です先生。大好物なのね、はい、そうでございます。ここからですね、4回に分けて音楽著作権について学んでいきたいと思います。ラジオの前の他の生徒の皆さんもですね、著作権について、知っておいた方がいいこと、知らないといけないことたくさんありますので、しっかりと聞いていてください。では、まず第1回目の授業テーマを発表しましょう。こちらです。著作権を知る。はい、本日のテーマ、ズバリ著作権でございます。著作権とはですね、自分で作ったものの使用を決められる権利と言われておりますね。使用を決められる権利。いいですよ、いいですよ。すぐ分かりましたね、浅野さん、何をしたらいいのかが。音楽の著作権の場合、利用形態ごとに権利が分かれておりますね。ここは浅野さん大事ですから、ちゃんとメモしてくださいね。利用形態ごとに権利が分かれる。はい、はい、まあ、詳しく説明するとですね、1、音を出して演奏するときは演奏権。演奏権。はい。2、CD や DVD などに複製するときは複製権。複製権。はい。3、インターネットや放送などで送信するときは公衆送信権。なんでわかんねえんだよ。なんでコロコロ言ったの。送信権。はい。4、レンタル店などでレンタルするときは貸与権。太陽圏。太陽圏。急にラーメン屋っぽくなりました。太陽圏。太陽圏。太陽圏。ラジオ番組であるですね、アニスパはこれ、3番が該当しますね。このような権利をですね、私文権と言います。浅野くん、私文権って何だかわかりますか？はい。例えば、うん、メールアドレスを交換することだけは許したけど、うん、別にだからといってお前と友達になるわけじゃないんだぜ。うん、ましてや、ご飯に誘われても行くってわけじゃないんだぜってことです。遠くないけど、例えがひどく悪いです。あるよね、こういうこと。なんか柄悪いです、二人。距離感間違えんなってことだよね。これ、そうです。違います。違います。これはですね、一つの私文権が認められたからといって、他の私文権が認められるわけではないので注意が必要ということでございます。はぁ。つまり、はい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 、はい、はい。使い方によって、それぞれの権利があるってことですね。はい、その通りでございます。奇跡的に。偶然偶然なの。ただね、その一方で、どんな時でも許諾が必要なわけではございません。それは何でだかわかりますか？はい、面倒だから。はい、違います。面倒なことも、しっかりとしなくちゃいけないのが、はい、著作権です。そうですよね。ね。はい。立脚点間違えないでね。これはですね、どんな時でも許諾が必要となると、まあ、文化の発展を妨げることになりかねない。からということでございますね。著作権と文化というのは、まあ、切っても切れない関係ということでございます。このためですね、著作者の、許諾を得ずに利用できる条件というのも定められております。これは浅野くんも調べてきましたね。はい。
1、複製する場合、その目的が個人的または家庭内など限られた範囲内であれば許諾を得ずに自分で複製することができます。2、演奏する場合、営利を目的とせず、お客さんから料金を取らず、演奏する人に報酬が支払われないという3つの条件を満たせば許諾はいりません。賢いでしょ。というか急に賢くなったからどんなキャラクターか全然分かれへん。台本マジックまあこのようにですね、著作権は作った人が常に新しい作品を生み出せるよう、生み出せるようですね、その経済的基盤を支えると同時に、文化的で豊かな社会を育むことを促すための制度で、その音楽著作権を管理しているのがジャスラックです。そして私たちのスポンサーです。そうございます。はい。私もですね、作詞をしてるので、著作権をちゃんとしてもらわないと、次の創作ができません。そうなんでございます。はい、その通りです。じゃあですね、今日の授業のまとめに、最後にですね、浅野くんに問題出します。こちら。著作権がその国でどれだけ守られているかは、すなわち、その国のホニャララのバロメーターとも言われております。一体何のバロメーターでしょうか？ゴミの分別をしっかりしてるかのバロメーター。聞いてた？俺ゴミって一言でも言うた今まで。ゴミって言いました、ね、そうだよね。分かった。そこそこの声優がそこそこ食えるぐらい成熟したバロメーター。あーなんだろう、含まれるけど全然違います。含まれはするけどもなんか自分のところに寄せようとするな。わかりません。正解はですね、著作権がその国でどれだけ守られているか、すなわちですね、その国の文化のバロメーターとも言われておりますでした。お、文化。うん、著作権に対する理解と保護の度合いはですね、その国の文化のバロメーターでございます。社会の中で著作者が果たしている大切な役割を尊重して、著作者を利用する際にですね、著作物を利用する際にですね、著作者への正当な対価を支払うことが、さらに新たな著作物の創作を生み、文化を発展させていくことにつながっております。その通り。本当にそうだよこれ。びっくりした。まだお前台本の途中に、あと一行待てや。同意しすぎてつい言っちゃった。皆さんもぜひそれを覚えておいてください。というわけで、ジャスラック音楽著作権講座、今回の授業はここまででございます。来週の授業もお楽しみに。起立で、ありがとうございました。ありがとうございました。アニスマ企画室。特集コーナー、アニスマ企画室、今夜はこの方が登場です。アニスマップ、宮野守です。よろしくお願いします。宮野守じゃん。宮野ですよ。巷で有名、宮野守です。よろしくお願いします。全どっかり、よろしくお願いします。言えばインスパではさ、ほらアゴンゲリオンやったりとか、やだよ、ね、本当にアゴ対決みたいなね。もうなんか大事にしてもらってますよね。本当にでも最近やってないんだよね、アゴ対決ですか、うん、そんなやんないですよ。でも最近しょっちゅうはやんないでしょ。ねえ、ちなみにこの番組だけですからね、アゴ対決。来るからやんのかなと思って楽しみにしてたのやんないの。今日磨いといた。そう。俺も素振りしといたのにな、こいつ。はい、顎の話はいいとして。はい、すいませんでした。早速ですね、怖い怖い、7月13日にリリースになるニューシングル、オルフェのお話を聞いていきましょう。はい、ありがとうございます。はい。こちらです、ね。今日、なんか怖いですけど、浅野さんって怖いよね。怒ってますよ。そんなことないよ。決して。でもさ、誰かが止めないと進まないでしょ。そうね。そうなの。そうなの。そうなのよ。なので、ちょっと乱暴に進めていきますが。逆にありがたいよ。ありがたいよ。えらいえらい。はい。このね、オルフェなんですけども、宮野くんが、一ノ瀬時矢役で出演しているアニメ、はい、歌のプリンス様、マジラブ 1000% の主題歌になっています。そうです、主題歌になってます。うん、僕、アニメの主題歌は初めて担当させて。そうなんだ。はい、初めてです。じゃあ、超嬉しかったでしょ。超嬉しかった。ね、めっちゃ意外。そう、前、一回だけ、エンディングテーマっていうのはやらせてもらったことが一回だけあったんですけども、主題歌というかオープニングテーマは初めて。そうなんや。へぇすごい嬉しかった。アニメがもう放送されているので、それをテレビで見てすごい感動しましたね。自分で見て。はい。そうだよね。なんか、すいません、素人みたいですね。すごい感動しました。いいのいいのよ。そういう新鮮なコメント欲しかった。いやもうなんか不思議でした、なんか。そんなもんなんや。はい。アニメの絵がついてると思って。そりゃそうや。ついてなかったら間に合ってへんもん。頑張ったんだな、アニメ田さんみたいな。ですね、このね、オルフェという曲なんですけども、エレメンツガーデンが楽曲を提供している。エレメちゃん、出た！ロックなナンバーになってま
そうなのよ。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 うるさい、うるさい。うるさい、うるさい。黙れ、黙れ。お前さ、うん、俺さ、お前って言ってお前、ゲスト お前さって。結構、ガチガチロックよね。今回そうです。うん。うん。なんか、歌のプリンス様っていう作品がですね、もともとゲームで、うん、恋愛シミュレーションゲームで存在していまして、うん、その時もですね、エレメンツガーデンさんと、アゲマスさんと一緒に、うん、テーマソングをやらせていただいてたんですけども、うん、今回、アニメ化するということで、また、うん、ぜひ一緒にね、作りたいという話になって、うん、で、アゲマスさんに、めちゃめちゃかっこいいロックをお願いしますということになって、うんうんで、うん、こう、ちょっと、歌のプリンス様で言うと、キラキラした、ね、作品のイメージがあるかもしれないんですけれども、オープニングテーマは、もう、がっつり、もう、かっこよく、行きたいですって言って。このタイトルから知ったら、ちょっと、失礼かもしれないけど、意外なぐらい、ものすごい、ドロック。かっこいいんだよね、この楽曲がね。かっこよかったですね。なんか、ピアノのイントロとか、ピアノ基調とかしてるから、うん、ちょっと切なさとかも含まれていたりとかして、うんうんうん、僕のなんか、音楽活動の中で全然こう外れてないような楽曲になったんじゃないかなと。割とでも、R&B 調というかね。今までは、まあ、はい、それだけではないですけども、多かったですね、割とそっち系の方が多かった中では、はい、結構がっつり前めのリズムというかね。そうですね。やっぱりオープニングテーマにふさわしい曲っていうのをやっぱり目指しましたんで。難しくなかったですか？難しかったですね。正解がまず分かんなかった、自分の中で。あー、なるほど。そっか、はい、ディレクションとかのディレクターは、うん、言ってくれるんですけど、大丈夫だよとか言ってくれるんですけど、うん、自分の中でその答えが見つかんないから、うん、とりあえず頑張って歌って、うん、で完成形をやっぱ聞いた時に、うん、あ、すごい曲だなこれはって思って。なるほど ね、 ね。ちなみにオルフェっていうタイトルなんですけども、はい、この単語はどういう意味があるんですか？オルフェというのはオルフェウスっていう、うん、ギリシャ神話の吟遊詩人が、うん、いるんですけども、うん、竪琴を弾いているって、うんうんうん、で愛を歌うっていう、うん、いるんですけども、うん、そのフランス読みかな、うん、がオルフェっていうので、ちょっとかっこいいから そのオルフェっていう短くしたんですけども、うんうんうん、今回その歌のプリン様っていうのがアイドルを目指す、うん、男の子たちの物語なんで、その歌をこう自分で思いを込めて歌っていくっていうところにこう、うん、フィーチャリングして。あ、じゃあ宮野くんもアイドル？僕もちろん。なんで面白い顔って答えちゃう？僕トップアイドルですよ。トップアイドルですよ。普段そのままやんけみたいな言い方をするの待てや。で、それから乗ってきて、出ないとなんかいつからコントか分かれへんやん。すいません。そうでした。そうです。はい、こちら PV もね。PV も、はい、はい。そうなんですよ。ホームページとかで見られるんですけども。見られるんです。この PV がまたさ、うん、宮野くん、何？何やねんお前、喧嘩られてんの今。すいませんでした。若いうちから売れやがって。ギターをさ弾いてるじゃない、めちゃくちゃ、はい、ギター弾いてるんですよ今回。あれ、うん、できるのギター？前回のライブから、うん、そのギターを皆様の前で披露させていただける機会はあったんですけども、うんうんうん、今回僕もPV では初めてのバンド形式の PV を作りまして、うんうんうん、で、まあ、映像に残すっていうか映像としての作品として、うん、ギターを弾くというのは初めてだったんですけど、だから見せ方重視な、はいはいはい、弾き方っていうのは初めてだったんですけど、ちょっと挑戦してみました。でポジションとかもちゃんと合ってるというか、ポジションも練習しました、すごく。ちゃんと練習してやってんねや、はい、そう、はい、すっごいかっこいいんです。そう、なんかね、野獣みたいだよね。あ、そうね。そうよね。どうしたどうした、そんな役やったっけ。これ一ノ瀬時矢です。マジでそうよね。くちゃくちゃにすんな。お前の CD じゃんボケ。お前の CD じゃんボケ。そうでした。でも、ロックな感じで、はい、で、はい、今までにないその PV の感じだったので、はい、その、自分のこの表現の仕方も、うんうん、結構、まあ、初めは恥ずかしかったですけど、おうおう、ちょっと男らしく言ってみました。いや、でも PV めっちゃかっこよかったですよ。かっこよかったよ。頑張った、すごい頑張った。なんて言うんやろな。世界観がすごいちゃんとあったっていうか、ね。映像も、その、かっこよかった。映像全体もかっこいいし、うん、宮野くんの、あれなんていうの、振りでもないけどね。動きっていうか、動きみたいなもの自体が、うん、やっぱ、まあ、普段を知ってるじゃない、うん、普段知ってるから、最初はなんか、まあ、どんな時でもやけど、うん、普段の宮野くんじゃないとこを見ると、うん、ちょっとなんか、ププってなってもったりはするやんか。うんうんうん、ね、普通はね、うん、普段はそうやけど、でも、見てるうちにどんどん引っ込まれてきて。大丈夫ですか、作品としてちゃんとしてました。そう、いやいや、なってるなってる。だって今ね、こんなさ、帽子かぶった愉快なお兄ちゃんじゃない、うんうんうん、でも、どうもどうもどうもお前は、現場ばっかり大事ですよ。私たちだけ楽
しい顔してくれるんだよね。ありがとう。お前一応なんていうの、 DJ として今ね帽子を少し上げてくださって、ちょっと目をパチクリしていただいたんですよ。現状説明せなあかんやけど。すいません、助かる。なんで2回言うの。でもね、 PV の中ではそのギターをかき鳴らしたりとか、あとなんかね、鎖に囲まれて、その鎖をこうなんていうのかな、かきむしるじゃないけど、そうフェンスもガーンって掴みながら、こっから惰性的なね、なんか、あの、自己解放みたいな、そういうなんかイメージの、はい。ちょっと何をこう、世間に訴えてんのみたいな、若干そういうなんか。どうしてやってる時は、やってる時は。でもなんか、なんだろうな、なんだろう、憑依するじゃないですけど、なんか、自然と動きましたけどね、やっぱり。そんなもんだから、それがすごいだって言ってたよね。本当に素敵なので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。でですね、このシングル3曲入りなんですけども、なんと、3曲目のスタンドアップソウルはですね、作詞作曲宮野守ると。おい、何でもできるじゃないか、この野郎。頑張りました、今回。はい。作曲初めて？初めてでしたね、はい。おー。もうドキドキでしたけどね。完全に初めて？完全に初めてです。あ、そうなんだ。ちゃんとしっかり形に残したっていうのは。え、どうやって作ったの？今回はですね、まあ、花歌というか自分の中でいろいろこう、メロディーが出てきて、それを、形にはやっぱできないので、それはうちのライブで手伝ってくれてるギターの木原さんという方にですね、頼んで、僕が出したものを弾いてもらって、みたいな形で形にしていったみたいな。スタジオに二人でこもってみたいな。かっこいい。すごい。でも初めて作った上に、その、なんていうの、楽器で作ったんじゃないのに、お、なんか、もうこんな言い方偉そうですけども、すごいと思って。本当ですか？うん、本当に思う、本当に思う。なんかでも今回僕全然その作曲するとかいうつもりじゃ全然なかったんですけど、なんかやっぱりいろんな、世間がいろいろある中で僕もいろいろ考えてて、自分にできることないかなと思ってて、ほんで、ちょうど CD を作っている最中だったんで、で、3曲目がどうするかっていう方向までは決まってなかったんで、そこで、あ、ちょっと、やってみたいなって思っちゃったんですよ。自分の頃から。そう。今こういうタイミングだからこそ。で、提案してみて、僕が作詞曲をするっていう可能性はありますでしょうか。なんで言うの。すごいな。みたいな、ちょっとね控えめに言ったんですけど、でもその気持ちをすごく尊重していただけて、できるかできないかじゃなくてやってみようみたいな形で。へー。あー、そっか。そうだからね、歌詞もすごくねメッセージ性の強い歌詞になってるんだよね。そうですね。元気な曲が良かったんで、みんなで元気になれるような。2曲目もすごいかっこいいんですよ。そうなんですよ。2曲目すごいかっこよかった。R&B でこちら。そう。なんか、聴いていくとどんどん、なんかメロディーの美しさにぐわーって引き込まれていくような曲でね。はい。この曲もすごくテーマがすごくしっかりしてて、許しを歌っている曲で、みんな今疲れている中で、曲で、今だけは休んでいいよ、お休みって言ってあげるだけで気持ちが楽になるっていう、そういう歌がいいなという思いで、STY さんが作ってくださって。いや、もう本当に名曲揃いの3曲だけど、結構ボリューミーというかね。そうですね。じゃあ、ここで1曲お届けしましょうかね。はい。じゃあ、曲紹介をお願いします。はい。7月13日発売、歌のプリン様マジラブ 1000% の主題歌でございます。宮野守で、オルフェ。アニスタミュージカル歌のキング様おー、どうしました？メロは変えない。メロは絶対変えない。アサルさんどうしました？まあ、どういうことですか？今のアサルさんので、分かったと思いますけども。どういう企画かな？リスナーの身の回りで起こった歌にできるぐらい劇的な出来事を募集しまして、それを我々が歌いながら紹介していきます。もう了解しました。理解一秒で分かってくれた。あれね。さあ、まずはこちらでございます。アニスパネームボンゴボンゴさん、茨城県の方。ボンゴ。先日SD カード内のデータが全て消えてしまいました。思い出の写真なんかも消えてしまい、かなりショックです。うわ。さあ、誰が動くかみたいな、先に誰が動くかみたいな顔してますけども。ママはこういうこういう時、こういうことある？こういうことある？こういうザ・ショッキーショッキーなことある？それミュージカルある？今カード内の記録が消えたのか。違う。それは分かってんの？こいつで起こったことをミュージカル風にせえって言ってるわけで。違うんだ。お前なんかショックなことあったの？俺にもあったのか。同じようなこと。ドラクエのデータが冒険の初参照が
頑張らんでもええぞ。だってこいつめっちゃ楽しいやもん。ビアンカと結婚したての頃消えた。ノリノリだ。そうかそうか、なんかちょっと不安やった。浅野さんはどうですか。あ、でも私もね、ドラクエの書はよく消えるよね。なんでよく消える。よね、ショック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 、誰が止めんねんそれ。あんただよ。頼むよ。頼むよ。頼むよ。乗っからず笑うだけってね。どんだけ恥ずかしいと思って。結構頑張っとんねんこちら。こちらです。ゲスト頑張っとんねん。ハニスパネームリックさん。入学した大学で、入学した大学で。大学で。小学校の時の同級生と遭遇。あ、すっごい。中高と別の学校だったので、大学が一緒で、これは奇跡かもと思いました。あ、男の子と女の子なのかな。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。なんか恋にこう発展したりするようなこともあったりするかもしれませんけどね。Oh, my miss girl. それは単なる英語です。それは単なる英語です。Boy meets girl は単なる英語です。Really? だから英語です。ミュージカルでお願いします。これだってさ、そういうなんか偶然、全く関係ないところで、全然昔の知り合いに、偶然出会ってしまう時って、あるよね。みんなほぼ同じ音を歌ってます。上か下かの同じ音を。オクターブユニゾン。オクターブユニゾン。そんなあるか。次行きます。あ、次もう行ってもた。アインスパネームヘビヤローさん。うん。お、作家デビューしました。これで浅野さんと対等ですね。え、え、何作家デビューだって。作家デビューって何の作家デビューしたの。何にも細かいこと書いてないんだけど、うんうんうん、でもね、ツイッターとかでよく、うんうん、あの、僕も作家なんですよっていう人、うんうん、いや、話しかけてくる人いるんだけど、うんうん、大体自称でーす。大体自称でーす。あの、全部がさ、歌のキング様ーと全部全く同じ、全く同じメロディーライン。引き出しはないんだ。2音ってさ、大体自称なんだよね。あ、でもいいですよ。でもいいですよ。言い返しました。はい。そういうふうになんか急にゼロ距離で、うん、距離詰めてくるやつって、私と同じ。いますよね。あ、同じ。そういうやつって困るよね。同じ、全く同じ。聞き直してくださいね皆さん。全く同じ歌ですから。しまった。ただね、宮野くんね、同じやつやるよって顔をね、まず。バラエティ顔した俺。そう。お前こんなもん、こんなもん送ってきてもらったけど何も広げねえやんけ。最悪。ラストダイブさ、なんでか知らないけど脇の下から出血してた。なんでか知らないけど脇脇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 出血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 。バカちょっと待って。マキロン、マキロン、今すぐマキロン、ヘイ、マキロン、マキロン、消毒大事さ、消毒大事さ、ドゥワ、消毒ドゥワドゥワ、消毒ドゥワドゥワ、帰れ、俺帰る。さよなら。送り出すな。バカバカ、あと何も答えてない。なんだよこれ、こんなもん答えなあかん、ギリあるか。なんでか知らんけど脇の下から出血したって書いたんちゃうんけ。俺、うん、指から出血。PV の時に今日も流血指から流血。なぜギターの弦で避けたのさ、へえ、避けたのさ、同じような出来事。あおはい、これなんすか。あの分からへんけども、なんかアニスパの歴史に残りますこれ。本当ですか。
多分悪い方に。本当？うん、俺足つりそうなんすけど。なんで？なんで？座ってやってる企画やのに。痛いんですよ。なんで？ちょっと伸ばして痛いなったら足つりそうなんの。ほどほどに力抜いてやろうね、みんなでね。さてこちらラジオネーム青じそひじきさん、神奈川県の方ですね。はい。お弁当をカバンに入れっぱなしにしていて、入れっぱなしにしてたらお母さんから、違う、どんあんたどんな手のよう、違います。あの拾い方間違えました。ちょっと待ってお弁当をカバンに入れっぱなしにしていて、してたらお母さんがどんどんあんたどの手のよう、忘れた、あんたどの手のよう、違います。違います。俺はええけど、お前さ、俺今日プロモーションに来てんすよ。本当だよ、うん、あのもうかぶせないでね。あ、はい、すいません、もうかぶせないでね。お弁当をカバンに入れっぱなしにしていて、はい、あ、かぶせないんだね。それは結構大人の判断したつもりでいると時間も見てるし、聞かなと思うし、カバンからかなりの異臭がします。飾りの皮、弁当の汁が臭い。これ企画ちゃうやろ、ずれてるやん、BG に引っ張られてるやんか。俺ミュージカルでもなんでもないよ。どんどんどうなんでんの、あんたどうなってんの、お母さんごめんなさい。物質やん、物質。これでは一曲をお届けしましょうか。それでは聞いてください。4月13日、発売オルベのカップリングで、私の作詞作曲の曲です。宮野守でスタンダップソウル。宮野守くんでスタンダップソウルでした。ということで、そろそろお別れの時間になってしまいました。そうでしょ。歌ってる間にね。そうでしょ。最後にお知らせやリスナーにメッセージがあればお願いします。あ、そうですね、あの告知がしたいです。それをせいに言ってる。あのライブツアーがあります。うん、守る宮のライブツアー2011スタンディング。こちらタイトルがスタンディングということで、あのスタンダップソロに込めた思いなんかをですね、あのやっぱりライブでも打ち出して、みんなで一つになって元気なライブをしたいななんて思っております。7月30、31日が、渋谷 CC レモンホール、8月7日、ゼップ名古屋、8月14日ゼップ大阪でございます。東京の方はですね、もうチケットが売り切れてしまったの。すごい、はあ、ありがたいことに。なのでぜひね、名古屋大阪に、はい、まだあるので足を運びください。よろしくお願いします。はい、ということでゲストは宮野守くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。A&G スーパーリデーションアニスパーエンディングの時間でございます。はい、はい、さて来週のアニスパですが、はい、アニメ花咲くいろは特集、ゲストはですね、伊藤かなえちゃん、海が千秋ちゃん、豊崎あきちゃんが登場します。バンザー。かなえちゃんはいろはが大好きです。はい、大好きでございます。ずっと見ておりますけど、私もね、1話見たら超面白かったんですよね。はい、この間風呂会でしたね。そうなんだ。風呂会もあり、海会もありでしたよね。風呂水着会でしたね。はい、楽しみで、この後はですね、井口優香バースデースペシャル、A&G メインステーションコムチャットカウントダウン、引き続き文化放送お楽しみください。はい、さてさっきトークでも話したこのね、はい、サニーレイン。そうなんでございます。私たちが鳴らした楽器がどこかに入ってるのかな。ここの時点では入ってるのかな。入ってないね。このサビはみんなでなんかいろいろとやりましたよっていう、こう事実が大事で、聞こえるか聞こえないかなんてそんなのはいいんだよ。心の耳で聞けない。そうだよ、アレンジャーだって邪魔だと思ったら下げるよ、それは。あ、ここだけほら、これクラップ、クラップ入ってるね。あ、クラップじゃないよ、ハンドクラップ、ハンドクラップ、はい、ハンドクラップ、フィンガースだ、フィンガース。練習だけど黙って聞くってなんだ。まあとにかくこれからね、あの毎週流れるのが
どっちにしても、なんで逆切りしてんの、お前ら諦めろよもうみたいな言い方さてメール紹介しますよ、はいはい、ラジオネームあやはさん、あやはさん、なんだか今日のカオスすぎる放送は笑いすぎて酸欠気味になってしまいました。宮野くんで泣いてやんないやんなの、多分アニスパ聞いた中で一番最高の放送かもしれません。マジでマジで今日の放送だ、今日マジで歌っときゃいいのじゃんもう何が正解だか何が面白いのか分かんない分かんないだからなんで同じメロディーラインなんだよ私トンプソンさん、アニスパップ長いことアニスパを聞いていますが今日ほどゲラゲラ笑った回は他にありません。多分どこのミュージカルに行っても今日ほどおかしなミュージカルは流れないと思いますなんだよもう何が面白いのか分かんない、相原浩司と同じ悩みだよ何が面白いんだか分かんないよそうか、じゃあ来週もこれにしようぜ来週も来週も伊藤おみげやとさきにさ適当に歌わせようぜ鉄板の企画だよそうか、ゲストをちょいちょい見ながら、そうだね、差し挟んでいくか。ただね、この企画が当たったというか、まあ今日面白かったのはもう完全に宮野くんのおかげで宮野くんじゃなかったらこんなお試しでできない、あんな本当だよねあんな腹ごしの企画楽しくやってくださってね、そうだよ、あんな荒い目のザルでやった撮った企画できないよ、うつ空前救えましたみたいなね感じでしたただ宮野くんはね歌うんが大好きなんリズムがあったら歌ってしまうタイプなんですいやいや陽気なタイプでよかったです、まあまあ来週もひょっとしたら皆さんの理性が聞けるかも、いろはメンバーの大変クオリティの低いミュージカルシーンが見れるかもしれないのでお楽しみでございますというわけでこの時間のお相手は私は松崎武史と佐野真澄でした。また来週。